43歳子持ちセクシー女優が再びクラブ R へと出勤。初のシャンパンがオーダー。しかしそこで桜井ののかの不満が爆発。ぶっちゃけ正直に言うと1000万みんな売れるのかなっていうのが正直なところですね。そんなになんか本気に取り組んでもらってる印象は受けないです。一体何が。この日クラブ R へと出勤するのは白川かすみ。家庭を持ちながらキャバクラへの出勤をしているため、働くことができるのは23時まで。ハンディキャップを背負ったかすみだが、どのような成長を見せてくれるのか。その前にオーディションを勝ち抜いたキャストたち全員の出勤が行われている今、1000万プロジェクトの現状について桜井ののかに直接話を聞いた。このプロジェクト、現状どれぐらいなのかって聞きたくて、どんな感じですかね。ぶっちゃけ正直に言うと1000万みんな売れるのかなっていうのが正直なところですね。やっぱみんななんか最初と言ってることが違う。これだけ出勤できますって言ってたのに全然出勤してこないし、確かにその AV 女優やりながらダブルワークって大変じゃないですか。で学生やりながらキャバクラやってる子も大変だと思うし、学業と両立しながら、でもその中でもやっぱ結果出してる子はいるんで、できなくはないと思うんですよね。だからちょっとなんか考えが甘いかなというか、なんか企画上のあれだからみたいな感じで、そんなになんか本気に取り組んでもらってる印象は受けないです。確かに私はプロデュースするって言いましたけど、質問私にないのかなって思うんですよ。もっともっと多分私に聞かないと、っていうかそれがよしみじゃないですか。基本的にキャバ嬢ってもちろん接客も大事ですけど、外でどれぐらい時間使うかなんですよ。あくまでもキャバクラって自分が外でやった努力を換金する場所なんで、お金として連絡、店外、アフター同伴とか、電話とかさ、 LINE とか、いろんなやり方ありますけど、そういうところが大事になってくるんですよ一番。やっぱりじゃあ場内指名取ったからって本誌につなげよう、じゃあつなげるためにどうしたらいいか。場内取ったとしても別に場内入ってない女の子でフリーバックすることって全然あるん でそれはやっぱ連絡頑張ってるからお客さんが応援してあげようって思うから指名につながるんですよね。だからそういうのとかも、じゃあこうお客さんからこういう連絡来たんだけどどう返せばいいですかとか、なんかそういうのも全然ないですし、どうやったら売り上げ立てれるんですかみたいな、まだそこのレベルには来てないですけど、例えばお客さんをまず呼ばないことには話にならないので、多分そこでよくグループラインに上がってるじゃないですか。出勤するときは SNS で告知してください。あと告知の仕方も甘いですよね。もうちょっと何回も言えばいいのになとか、例えば今日出勤しますじゃなくてもう前日から言うとか、でその準備してるところをストーリーズでそのまま載せるとか、もうちょっとキャバ嬢に付随した投稿していかないと厳しいんじゃないですかね。ののかの口からは次々とセクシー女優たちへの不満が。出勤日数の少なさや売れたいという意思など、プロジェクトにかける思いのすれ違いが出てきているようだ。果たして今後のプロジェクトの行方は。今日ちなみに何回目の出勤になられる。今日は、ずっと数えてるんですけど、今日9回目の出勤になります。なるほど。結構慣れてきました、はい、いや、なんかやっぱ感覚がそんな毎日出れてないので、1週間とかやっぱ結構空いちゃう時があって、毎回結構緊張してるって感じですね。成長って感じますか、出勤の中で。そうですね、成長というか、なんか日々なんかこう自分のいろいろ引き出しを問われてるなっていう感じはしてます。接客の中で、なんか難しいなって感じることだったり、なんかそのお客様に、担当させてもらってる時にお時間が限られてるので、その時間の中で楽しんでもらえるっていう風なのがやっぱすごい難しいなっていうか、またこうもうちょっと一緒にいたいなとか、そうやって思ってもらえるのってすごい難しいなっていうのを感じてます。
やっぱ日々お仕事とかすごい頑張ってる方だと思うんですよね、みんな。でそれの息抜きに、まあ、こういうお店に来ているのかなって思うので、まあ、できるだけいろんなことを受け止めたいなっていうところで、まあ、聞き上手になれるようには、まあ、意識をしているかなっていうところですね、まあ、ただその中でこう自分のアピールだったりとか、まあ、その自分の色っていうのを出すのがすごい難しいなっていうのはすごい感じてます。9回目の出勤ではあるが、まだまだ課題が多いと感じるかすみ。最初に何度かお店に足を運んでくれているお客様のもとへ。お客様の注文は、はい、それではこちら素敵な素敵なお客様にブーブー色一発いただきましょう。ありがとうございます。なんとかすみ自身初のシャンパンがオーダーされた。結構ポカポカしてきた。そう、なんか初めの結構ずっと飲めるけど、初めのポーってなるのは結構すぐポーってなるかも。そこからが強い。そこからが強くなるかも。会話においても以前よりも柔らかい雰囲気での接し方になっており、かなりの成長が感じられた。ちょっと時間空いてますか？はい、ここで。はい、ここで。はい、今日は帰ってのほうがいいです。また時間があるときに来ます。うん、また、また LINE するね。うん、ありがとう。ありがとう。これ、これ、あの、お姉さんの服、えぇすごい、ね、来た。ヘルプが来た、ヘルプの子にこう配ったの。あ、そうなんだ、それで。今日はほら、行ったら、もう。そうだ、もう今日は。ずっと一緒にいようなと思って。いなければいないでいいなと思って。いやー、ありがとう。すごい、いろいろお話できてよかった。うん、また来ます。はい、ありがとうございます。じゃあ、またね、ありがとう。お客様が女の子みんなに配ってくださいということで差し入れをくださって、はい、なんで、あのみんなに、私多分最後までラストまでいけないので配ってもらっていいですか？ありがとうございます。はい、お願いします。私の中で、あの実は初のシャンパンで、やっぱなんかいついただけるのかなとか、どういうタイミングで、シャンパン欲しいなっていうのをお伝えしたらいいかなっていうのが、こう自分の中でちょっとこう悩みというか課題の中であったので、まあ、正直あのシャンパンを入れていただくっていう風なのに、あのめちゃくちゃ感動がありました。なので、まあ、ちょっとなんかこうじんわりなんか来たんですけど、まあ、そういう感じで今います。次に何やら体格を気にしているお客様との宅では、長距離ランナーって足細くなるって聞いたんだけどね。確かにね、結構でもこれはなんかあれだよ、脂肪じゃなくて、なんかやっぱ柔道とかさ、そういう武道系のだよね。あるかも。人目でもいいんだけど、見えてるかもしれないけど、見えないからね。分かんないよ、ここら辺とかもあるんじゃないの。でも結果も見えないから。ボディタッチも多くなり、キャバ嬢としての振る舞い方も板についてきてるようだ。そう、なんか私ね、本業がね、セクシー女優なんです。そうなんだ。全然驚いたけど驚きじゃない。さっきの名刺で、ちょっとググったら、うん、めっちゃ出てくる。本当。見る。すごいな。そう。やっぱそのセクシー女優とかだと、なんかやっぱぽっちゃりな人が好きな人がやっぱまあ大半5割ぐらいは多かったりする。でも私多分ぽっちゃりではないから、そうそう、だから半分いらない。欲しい欲しい、今増量してんの、頑張ってそうしてるから。でもそれで筋肉がちょっとあって適度にっていう人がいたらめちゃめちゃ嬉しい。そうなんだ。そんな人と話して最高。絶対見させてもらう。そうなんだ。そうと、ちょっと検索してね、見てね。もし SNS やったら DM とかしてほしい。ありがとうね。そして時刻は23時、霞の営業はここまで。11時なんで、今日は、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。ちょっとね、バタバタしてて忙しかったと思うんですけど、はい、少し、こう全てちょっとそのお店が忙しい中だと、やっぱドリンクのオーダーとかもちょっと早めにしてもらわないと、次のやっぱそこで回そうと思ってた女の子の時間減っちゃったりとか、あとはやっぱり他のとこに席つけようと思ったとこにつけれなかったりとかするんで、はい、あのやっぱりこうオーダー、取ったりとか、あとはまあ場内交渉だったらもう少し早めに、まあ、やってほしいなって思ったのが一つね、あとちょっとなんていうのかな、連絡先の交換ってしてますか？公式 LINE で一応マネージャーが作ってくれて、公式 LINE では交換して LINE でつながってはいるっていう感じです。着いたお客さん全員と交換してますか？全員とは交換してない。全員と交換しないと、はい、フリーにつける意味がないんですよ、まず。なるほど、はい、フリーさ見つけてさ、連絡先交換しなかったらその先がないじゃん。そうですね、つける意味ないじゃん。だったら連絡先に抜いてくれる子って優先的につけちゃうの。フリー回せなくなっちゃうから絶対に抜いてください。で、あと SNS の DM ってお客様とやり取りしてました？その来るかもみたいな、来るかもっていう人は DM でくださいっていう感じで言っていて、来たらそこに対応するっていう感じになってます。一応他の子もやってるから、その辺も頑張って続けてってください。わかりました。じゃあ今伝えたこの3点、次の、ね、宿題として必ず覚えて、次回の出勤の時は実行してください。はい、わかりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。お疲れ様。ののかからの新たな課題を受け、かすみは売れっ子キャバ嬢への道を切り開くことはできるのか。次回、戸塚ルーの営業に密着。ののかの前で涙を流す彼女の身に一体何が。